みんな大好き働く車。今回は災害現場で大活躍する自衛隊の車を見てみよう。圧倒的なパワー、そして長いアームが特徴的なこの車、人間の力ではびくともしない巨大な丸太を軽々と持ち上げてしまうぞ。ということで今回は大きな瓦礫や木材を災害現場で取り除いてくれる油圧ショベルを紹介します。働く車大集合。カメラが潜入したのは陸上自衛隊第10師団春日井駐屯地。車を紹介してくれるのは第10施設大隊の塚田さん。さあ今回はどんな車を見せてくれるのかな。災害現場で大活躍する油圧ショベルです。こちらは建設現場でよく見られるバケツタイプのものになります。あちらはグラップルという特殊なアタッチのついているものになります。回転するアームと5本の爪を使って瓦礫となったコンクリートと木材などの大きな障害物を取り除く作業などで活躍します。デコボコな地面が予想される災害現場で安全に作業をするため、油圧ショベルにはとっても大事な機能が備わっているんだ。見た目はとっても地味なんだけど、安全確保には欠かせない特別な機能。一体何かわかるかな？
答えは車体を水平に保つローリング機能。災害地の傾いた地面の上でバランスを崩して倒れないようにするためなんだ。災害現場での確実な作業、とっても大事だね。次回の働く車は災害現場で活躍する一家2分の1トン救急車です。一度に最大8名の患者を運ぶことができる特別な救急車をご紹介します。お楽しみに。